こんにちは。隠居5年目速稼塾の久保でございます。まあ、カルダナエダがビットポイントジャパンに、上場してですね、日本でもカルダナエダの取引ができるようになりそうですね。正確には来月の半ば頃から下旬からいろいろとね、外部からのカルダナエダをビットポイントジャパンに送金して、そこから日本円にするっていう作業ができるんで、本格的には9月の半ば頃から下旬のスタートということになりますけども、さあここでですね、カルダナエダが当初、どんな風に思われていたのか、ちょっと振り返ってですね、まあ今いろいろと考えてみたいと思います。今回紹介する記事は2019年のものなんですけども、こちらの方をご覧いただけますか。こういう風に書いてますね。仮想通貨、カルダナエダにつきまとう疑念の正体は、日本責任者に聞くとありますね。記事を書いたのが浅川直樹さんで、日経テック、日経コンピューターと書いてますよね。で、2019年7月の9日、有料会員限定と書いてますんで、これ途中で読めなくなるかもしれません。ちょっとね、進んでみましょう。新規の仮想通貨を売り出して広く資金を調達する ICO や、ICO 前の仮想通貨を限定販売するプレセールについては、まっとうな資金調達なのかどうか何年経っても判断がつかない例が多い。未公開株の販売や IPO のような情報開示や反社会、反市場勢力排除に関わるルールが明確でないためだ。要するに規制がなくって ICO には危険がつきまといますよと。で、カルダナエダっていうのは、それの中でね、どうなるかわかんないよってことだったんですけども、今なら皆さんね、お分かりだと思いますよね。で、2015年から2016年にかけて、日本で仮想通貨のプレセールが当たった、ブロックチェーンプロジェクト、カルダの、通貨の単位はエダは、その中でも判断が大きく割れるプロジェクトの一つだ。今皆さん判断分かれてますかね。もう明確だと思いますけども、進んでみましょう。仮想通貨の情報サイト、コインマーケットキャップのデータによると、カルダナの発行コインの価値総額は20億ドル。まあ、いろいろと書いてますけどもね、チャールズ・ホスキンソンさんが、設計開発を指導すると書いてます。カルダナエダは2015年から2016年にかけて主に日本でプレセールされ、60億円以上を集めたとされている。私もね、2015年あたりのプレセールに、まあ、参加したんですけども、60億円以上を集めた、売れたってことは、現在1500倍になってますから、1000倍。だから、10兆円ぐらいだったんですかね、これが。でしょ ?1000 倍ですからね。すごいですね。10兆円、体の財団に集まったってことじゃないですか、これ。いや、相当なもんですね。ただ、数千もの代理店を介して、他方面でコインを販売したため、これら代理店の行動を適切に統制できていなかったのか、確実に儲かるなどの違法性の強い勧誘がなかったかの疑念が残ったと。確かにね、こういう風な誘い方したんじゃないかな。確かにカルダナのブロックチェーンソフトの開発が当初予定より遅れた結果、仮想通貨交換所による新規取り扱いも遅れ、詐欺コインではないかなと評判が立った。そうそう。結局上場がいつになるかわかんなくって、遅れに遅れたんで、やっぱりね、落胆の色はあったですよね。で、予定から約1年遅れの2017年10月。確かそうでしたね。この頃だったな。ビットレックスがカルダナエダの取り扱いを始めたと。これを皮切りに中国や韓国などの取引所が相次ぎ取り扱いを始めた。いや、ビットトレックスにね、カルダネーダを復元して、そっから、そうですね、なんか懐かしいな。こっからダイダロスに移したみたいな流れだったと思います。だが、プレセールの中心地だった当の日本でカルダネーダを取り扱う仮想通貨の交換所はないと。これ2019年の時点ではそうだったんで、これから2年後ね、ビットポイントジャパンでカルダネーダが始まったよ。っていうふうにね、過去のこの記事を書いた人に教えてあげたいですね。日本の交換業者が新たな仮想通貨の売買を始めるには、仮想通貨の特徴を説明する資料を作成し、自主規制団体を通じて金融庁に提出する必要がある。だが、金融庁が何を根拠に新規取扱いを認めるか、基準は明確ではない。ここにやっぱり2年間ぐらいかかったんでしょうね。で、海外での上場とか、それから暗号通貨市場の、まあ、沈静化とかね、それからカルダナエダのプロジェクトの透明性とか、こういうのを判断してもらったんで、今ではカルダナエダはね、日本でも、なんか聞いたことによると、ビットポイントジャパンの後、他の取引所でもどんどんオープンするらしいんですよ。これは私が想像するところによるとなんですけども、ビットフライヤーですとかコインチェックでも展開されるんじゃないかなと思ってますよね。まあ日本の暗号通貨の取引所って限られてますからね。10か20ぐらいしかないんでしょ。確かね。まあですんで、どっかから、相次いで上場されますよって言っても分かっちゃいますよね、すぐね。
近年はマネーロンダリングやテロ資金に関するリスクを重点的に見られているとされる企業の上場審査の推類推で考えれば、プレセールの時の販売手法や販売先についても実質的な審査対象に含まれる可能性がある。要するに、プレセールに関わった人が詐欺で訴えられている人がいると、ちょっとね、面倒ですよってことなんですよ。確かに体の枝のセールスには、いい人ばかりじゃなくって、むちゃくちゃ詐欺っぽい人もいましたよね。有名なね。だからそういう人のせいで、体の枝の日本上場が遅れたということなんで、ほんとね、余計なことすんなって話ですよね。これまで体のプロジェクトの関係者はプレセールの実態について詳細に語るのを避け、それが疑念を生む要因になっていた。これまで明らかにされてこなかったプレセールの実態について、当時日本のプレセールを統括していたアテインコーポレーションの元社長で体の商用化を担うエマーゴの CEO を務める小玉健氏が取材に応じた。あ、この方ですか。へぇー。当時のプレセールの妥当性について検証するとありますよね。ほんとね、ありがとうございます。このアテインコーポレーションのこの若いね、社長のおかげですよね。アテインコーポレーションは現在解散してますので、アテインコーポレーションからね、体のエイドのことをいろいろ聞かれるようなメッセージなどがあっても答えてはいけませんよ。それは、アテインコーポレーションを名乗る詐欺集団の恐れがあります。はい。イーサリアムの初期メンバーとプロジェクト立ち上げと書いてますよね。まだまだ記事は長くなりそうですけども、一旦この辺にしてみましょうかね。うん、まあ私が言いたかったのはね、このアテインコーポレーションの社長がこういうふうな人ですよってことと、この頃はね、まだ疑念が多かったんですけども、今となっては皆さん、体の枝、ね、日本上場も果たしてね、この記事書いた頃は日本上場がまだされてなかったんですけどもね、もう何も言うことないなってことと、日本でね、60億円、だから、6兆、今の価格で言うと10兆円ぐらいを集めたんですよね。っていうことですよね。だから当時60億円で、あれから今1500倍ぐらいになってますから、ね、10兆円ですよ皆さん。この10兆円を日本人が持ってるんですよ、普通の人が。ね、何十人か何百人かに分けてですよ。すごい金額ですよね。どんな一流企業もかなわないですよ。うん。すごいですね。はい。もうすごいしか言葉が出ないんですけども、体のエイダ、当時60億円売れてたみたいです。で、プレセールで購入された日本人の、まあ普通の人もいますけども、アンバサダーの方もいらっしゃると思いますよね。10兆円ですよ。今この10兆円が決済されると、5兆円が税金。金融庁、なかなかやるんじゃないですか。ちょっとね、これね、10兆円じゃなくて、税金2割ぐらいにしていただいて、2兆円でもいいじゃないですか。ね。金融庁ってのは、いるだけで儲かりますね。私たち事業者や投資家が、リスクを負って、たまにはね、財産をなくしながらも、こうやって資産形成していく中で、課税というものでね、楽に儲かっちゃうんじゃないかなと思うと、羨ましい限りですね。私も金融庁の仲間に入れてください。ということで、今回は、体の枝のプレセールについて、ちょっと記事を振り返ってみました。ありがとうございました。